はい、皆さんこんにちは、塩路でございます。今日はですね、行き止まりの刑ということで、西鉄貝塚線の終点、西鉄新宮駅に来ております。よろしくお願いします。はい、西鉄新宮駅の車止めの部分です。車止め標識があって、砂利盛りがあって一番端に車止めということになってます。はい、この車止めはですね、艶崎駅にあったものを利用したものと、言われてます。はい、西鉄新宮駅の終端部から、覗きたいと思います。
はい、以前はですね、この先、津屋崎駅まで、線路が伸びていましたが、乗客が少ないということで筑前新宮までの、路線となりました。はい、西鉄新宮駅が、そこにありますね。で、昔は津屋崎の方にずっと伸びて宮地岳線が行ってたんですが、ここで、ストップになってます。で、この先はですね、ここにバスターミナルを作って、ここからバスが接続しています。そしてさらにその先、津屋崎型の線路跡は住宅地になってます。